ブシロン、折り入ってお話があります。何でしょうか、スタルーク王子。僕を弟子にしてください。え、弟子？やっぱり嫌ですよね、僕みたいな奴が弟子だなんて。あ、いえ、そういうことではないのです。弟子とは一体何の弟子ですか？僕はあなたのような体格が欲しいんです。体格？僕は自分に自信が持てないんです。それはこの体つきにも問題があるのかもと。ならば筋肉があれば変われるのではないかと、そう思い立った次第でして。おっしゃることは分かりました。つまりは体を鍛えて自信をつけたいということですね。そういうことでしたら喜んで鍛錬にお付き合いしますよ。ありがとうございます。ブシロンは素晴らしい人です。僕みたいなどうしようもない奴を快く受け入れてくれて。はあ、それに比べて僕なんか。そんなことないですよ。しっかりしてください。大丈夫です。気を使ってくださらなくても、身も心も貧相なのは事実ですので。引き受けたもののちょっと心配だな。7 8 9。もうダメだ。王子、どうしたんですか。腕立て伏せまだ9回ですよ。あと91回やるんですよ。それとも目標を100回じゃなくて10回に変えた方がいいのか。ダメですよ、そんなの。ゼロが一つなくなってるじゃないですか。僕なんかのためにゼロを一つ減らすなんて、ゼロに申し訳ないです。では腕立ては一旦保留にして腹筋の鍛錬をしましょう。わかりました。腹筋は何回ですか？100回です。100回？いや、弱気になっちゃダメだ。僕は筋肉をつけて自分に自信を持つんだ。その息です。では行きますよ。1 2 3 4。がもうダメです。脇腹がつりました。王子、あと96回もありますよ。気持ち的には100回まで行くつもりなんですが、体がついていかなくて。困りましたね。では少し休みましょうか。脇腹が治ったらまたおっしゃってください。わかりました。つらい。98 99 100。やったー、やりましたね、スタルーク王子。無事に100回到達です。はい、信じられないです。ものすごく嬉しいです。俺はできると信じてましたよ。で、筋肉はどうですか？ついた実感はありますか？ええ、ほんのちょっと。こことか力を入れると硬くなるんですよ。素晴らしい。では自信の方はどうですか？それが自信の方は相変わらずで。あ、そうですか。ごめんなさい、僕ごときダメ人間のために貴重な時間を割いて付き合ってもらったのに。そんなことおっしゃらないでください。兄は素晴らしいのに弟は。え？僕は幼い頃からずっとそんな風に言われてきたんです。なるほど、そんなことを言われて育ったら自信を持てなくもなりますね。ですが王子、俺だって自分に自信があるわけではないんです。そんな恵まれた体を持っているのにですか？立派なのは体育だけで、中身は泣き虫で方向音痴です。泣き虫マッチョ、方向音痴の大徘徊筋肉、それが俺の昔のあだ名です。なんという。ですので
自分に自信なんてありません。それでもこうして生きています。自分に自信を持って生きている人なんてほとんどいないのではないでしょうか。きっとディアマンド王子だってそうだと思いますよ。アイウエもそうですね。あなたはいい人です。僕みたいなやつにこんなに優しくしてくれて。当たり前じゃないですか。王子は大事な俺の弟子なんですから。そうでした。また鍛錬しましょう。いつでもお付き合いさせていただきます。はい、ありがとうございます師匠。光栄です、スタルーク王子。スタルーク王子、初めての宴はどうでしたか？どうして僕は宴に参加してしまったのでしょう。朝までぶっ通しの宴は初心者にはきつかったかもしれませんね。大音量の音楽が演奏され、一晩中人々が大声で叫び踊り狂う、まさに地獄の光景。軽い気もしていったのが間違いでした。最高だったでしょ。ごめんなさいパンドロ、僕には合わない空間だったかもしれません。いやいや、その判断はまだ早いですって。だって今回スタルーク王子は宴の輪に入らず遠巻きに眺めてるだけでしたし、宴の中に飛び込んじゃって我を忘れるくらい楽しんでなんぼですから、次はそんな感じで行っちゃいましょう。次もあるのですか？僕は遠慮しておこうと思ったんですが。オッケーオッケー、全然大丈夫ですから、俺に任せておいてください。ウェーイウェーイ。後悔、圧倒的な後悔が押し寄せてきています。なぜ僕は再度宴に参加してしまったのでしょう。自分に合わない空間だって分かっていたのに。パンドロ、スタルーク王子、今回は楽しめましたよね。だって宴の輪に飛び込んでましたし。輪の中には入りましたけれど、僕には宴を楽しむのは無理みたいです。どうしてですか？何をすればいいのか全然わからないんです。周囲の人たちはみんな踊っていましたが、僕は踊り方を知りませんし、イエーイとかウェーイとか掛け声をかける意味も理解していません。なるほど、そういうことでしたか。スタルク王子、大切なことを伝え忘れていたようです。宴には意味とかそういうのいらないんですよ。そうなんですか？決まった踊り方とかもないですし、掛け声にも意味なんてないんです。では皆さん意味もなく声を掛け合い踊り騒いでいると？ええ、そうです。全てはノリです。楽しければ何でもいいんです。僕はどうすれば宴を楽しめるのかと考え悩み、頭でっかちになっていた。だからこそ宴を楽しめなかったとは本末転倒ですね。スタルーク王子、次は頭空っぽにして一緒にはしゃぎましょう。ウェーイ！ウェーイ！スタルーク王子、パンドロウェーイ！ウェーイ！楽しかったです。今回の宴最高でした。意味もなく大声を上げ、本能のままに体を動かすことがこんなにも楽しいことだったなんて、これが宴、これが新しい世界。そうです、ようこそこちら側へ、スタルーク王子。ありがとうございますパンドロ。正直に言うと、人前で踊るのは最初は少し恥ずかしかったんです。でもパンドロが恥ずかしげもなくキテレツな動きで踊る姿を見てたら、
宴の場では恥ずかしいなんて感情は捨てなきゃダメだって思ったんです。おかげで心の底から宴を楽しめました。本当にありがとうございます。そうでしたか。俺の踊りは仲間内からは暗黒舞踏と呼ばれていましてね。ですが今日だけはスタルーク王子の心を照らす光明舞踏になれたようですね。ウェイパンドロー、まさにその通りです。宴は最高ですね。行ったばかりなのにもう次が待ち遠しいです。何度でも行きましょう。その度に新しい発見がありますよ。パンダロー、スタルーク王子。ウェイウェイ。セアダス、聞きたいことがあるんですけど。何でしょうか、スタルーク王子。セアダスは大将の方たちと一緒に暮らしていたと聞きましたが、それは本当ですか？ええ、そうですよ。商人や大道芸人、それに踊り子たち、いろいろな職の仲間と各地を転々としていました。そうだったんですね。いいな、羨ましいです。羨ましいですか？そう思われるなんて少し意外です。僕は立場もありますから、あまり王国を出ることはできないので。なるほど、確かにそうですね。団体行動はすごく苦手ですけど、いろいろな場所を巡れるのは羨ましいです。世の中には自分が想像したこともないような驚くべき景色などもありますからね。俺が目にしてきたものでいいのならお話ししますよ。本当ですか？ぜひお願いします。ですができるだけ魅力が伝わらないように話さないと。ブロディアの王子が国を飛び出して旅がしたいなんて言い出したら責任を持てませんからね。そんな心配は無用ですよ。僕にそこまでの度胸はありませんから。すごいです、灯籠城ってそんなに活気がある場所なんですね。ええ、スタルーク王子、白熱しすぎてお客同士が揉め出すことなど日常茶飯事でしたよ。娯楽産業が盛んなソルム内でも灯籠城は一番熱気のある場所でしたね。セアダスの話はとても面白いです。話を聞いただけでまるでその場に行ったかのような錯覚を起こすほどですよ。大正生活か、やっぱりとても楽しそうですね。自由に行きたいところへ行き、気の済むまでその場所で暮らす。飽きたらまた次の場所を目指せばいい。何者にも縛られない生活、憧れちゃいます。そういえばセアダスはどんなきっかけで大正生活を始めたんですか？もともと大正で生まれたわけではありませんよね。俺は綺麗な海のそばにある町で生まれました。物心つく頃には父は亡くなっていて、占い師の母親に育ててもらいました。ですが母も体が丈夫ではなく、幼い俺を残してこの世を去りました。それからまたいろいろとあって俺は路上で生活することになるのです。え、どうしてまた？身寄りのない子供が一人で生きていくのは簡単ではなかった、そういうことです。そんな時です、偶然通りかかったキャラバンのみんなが俺に声をかけてくれて、それから一緒に行動するようになったんです。その時の俺は満足に口も聞けませんでしたけど、師匠が踊りを教えてくれて救われた。言葉以外で気持ちを伝えられるようになったおかげで今ではすっかり明るくなりましたよ。そうだったんですね。あまり楽しい話ではなかったですね。いいえ、セアダスは悪くありません。何も考えていなかった僕が悪いんです。すみません、スタルーク王子、何か調子が変わってしまいましたね。今日はこの辺にしておきましょう。ではまた。セアダス、この間は申し訳ありませんでした。セアダスの気持ちも考えずに大正生活を始めたきっかけを聞いてしまって。俺は何も気にしていませんよ。だから謝罪も必要ありません。あの後考えたんです。僕は大正生活は楽しいという前提で話をしていました。
でもそんなわけはないですよね。ああ、確かにそうですね。胸を引き裂かれるくらい辛い思いもしましたよ。襲撃で仲間が命を落とすところだって見てきました。そうだったんですね。なのに僕は楽しそうだなんて口にして、少し考えればわかることなのに本当に申し訳ありませんでした。スタルーク王子、最初にも申し上げましたが、あなたは何も悪くありません。キャラバンでの生活で辛い思いをしたのは事実ですが、それ以上に楽しい思い出がたくさんあります。キャラバンのみんなは家族と同じ。俺はあの場所で生活できて幸せでした。セアダス、だから遠慮などせず好きなだけ話を聞いてください。辺境の村を訪れた時の見たこともない料理の話から、砂漠のオアシスに映る焼けるような朝日の話まで、スタルーク王子に聞いてもらいたい楽しい話がまだまだたくさんありますから。ありがとうございます、セアダス。あなたの話はロマンがあって時間を忘れてしまいます。今日は朝まで話を聞かせてください。喜んで、スタルーク王子。どうしたっていうのさ、スタルーク王子。なんで逃げようとするの？だってホガート王子はあまりにも僕と違いすぎて、一緒にいたら失礼のような気がしているんです。そんなことあるわけないって。それに俺とスタルーク王子って似ているところがあると思うけど、ほら、第二王子的な立場とか、俺は第一王子だけど、うちは女王制だからね。そうですね、はあ、あれ、なんでため息出ちゃってるんだろう。育った立場が似ているというのに、どうしてこうも違うのでしょう。ホガート王子は気さくで人付き合いもよく、僕は陰気で人付き合いも得意じゃない。もう相変わらず後ろ向きな性格だな。ま、そんなスタルーク王子も嫌いじゃないけどね。むしろ好きだよ。好き？やめてください。僕なんかにはもったいない感情です。というか危険です。これ以上は危険すぎます。ん？何が危険だっていうのさ。それですよ。そんなに眩しい目で僕を見ないでください。ホガート王子の善良な心の光が僕のゴミクズのような心を照らし出してしまいます。早くここから逃げ出さなければ。ごめんなさい。スタルーク王子は面白いな。スタルーク王子はさ、子供の頃はどんな感じだったの？どうして知りたいのですか、僕なんかの子供の頃のことを。ほら、こないだ言ってたじゃん、俺たちは同じような境遇で育ったのに全然違う性格だって。なんか子供の頃とかにその秘密が隠れてるんじゃないかと思ってさ。そういうことですか。ならお話ししますけど、別に面白くないですよ。大丈夫大丈夫、聞かせてほしいな。僕はブロディア国王の次男として生まれて、兄上とは年齢が結構離れていました。それで物心ついた時から兄上の評判をずっと耳にしていたのです。次期国王はディアマンド様だ、あんなに立派な王子はいないと。それに何かと兄上と比較されました。ディアマンド様ならできたのになんて言われたり。誰も自分のことを認めてくれない感じか。ああ、それは結構きついね。でも仕方ないことなんです。全部僕がダメ人間なのが原因なんですから。兄上より僕を認めろとかさ、そういう風には思わなかったの？まさかそんなことは思いもしませんでした。兄上が偉大なのは事実ですし、僕への失望は当然だと思いますよ。でもそんな日々を送っていたからこんな性格になってしまったのでしょうね。兄や周囲のものを恨む方向には向かわず、自分の無力さをただただ意識する日々か。やっぱり根が優しいんだよ、スタルーク王子は。
うん、俺は好きだな。こんな僕を好きと言ってくれるなんて、本当にホガート王子は善良な方ですね。やっぱり僕みたいな人がお付き合いしていい方ではないんです。これで失礼します。ごめんなさい。ありゃ、行っちゃった。またね、スタルーク王子。や、スタルーク王子。ホガート王子。いつになったら俺に慣れてくれるんだろうな。ごめんなさい。でもホガート王子の笑顔が眩しくて、一体どんな幼少期を過ごせばそんなに友好的な性格になれるんでしょうか。俺の子供の頃のことを知りたいの？ならいくらでも話してあげるよ。って言ってもさ、そんなに特別なことはしてないと思うよ。ソルムの第一王子として一通りの教育は受けたけど、ガチガチに縛られて育ったわけでもないし、むしろ自由にさせてくれたからね。しょっちゅう城を抜け出して町へと繰り出して遊んでたよ。ソルムの人たちは自由を大切にすると聞きましたけど、まさか王族の人たちまでこれほどまでに自由とは思いませんでした。でもそういう生き方が今のホガート王子を作ったのでしょうね。誰にでも優しく親切に接してくれる素晴らしい人に。褒めてくれてありがとう、スタルーク王子。よいまたホガート王子が僕を眩しい目で見つめて。あっと、逃げちゃう前に言っとくね、スタルーク王子はなかなか素直に言葉を受け取ってくれないよね。あ、ごめんなさい。俺が君を好きだっていうのくらいは信じてくれてもいいんじゃない。弟王子の立場同士これだけ仲良くなれたんだしさ。ホガート王子、はい、信じます。僕なんかのことを好きと言ってくれてありがとうございます。僕もホガート王子のこと好きですから。本当？今好きって言った？嬉しいな。僕ったらなんて恥ずかしいこと。すみません、すみません。謝ることないよ。これで俺たちは好き同士、もう親友みたいなもんだね。親友？初めてできました親友。僕ちょっと、いえ、すごく嬉しいです、ホガート王子。兄上から鍛錬に誘っていただけるとは感激です。ああ、たまには兄弟で汗を流すのもいいものだろう。僕なんか兄上の足元にも及びませんから、本日は勉強をさせていただきます。誰にだって得意不得意はあるものだ。そうやって自分を卑下するのはお前の悪い癖だぞ。卑下ではなく事実です。ブロディア王子といえば兄上ですから。お前だってブロディア王子だろ。僕はブロディア王子のディアマンドじゃない方です。なんだその妙な言い回しは。さては私のいないところで触れ回っているな。とにかくその心の弱さ敵には見せるな。戦場では己より強い敵と戦わねばならぬ時がある。その時に弱い部分を見せてはならぬ。はい、心得ます。まずは己の長所を伸ばすこと、それが強い敵と渡り合う術の一つだ。スタルーク、お前は弓が得意だったな。周囲の人たちが言うだけです。得意というほどでは。さっき言ったばかりだろ、その自信のなさがお前の弱点なんだ。兄上にも弱点はあるのですか？あると思うか？思いません、兄上は完璧ですから。さあ鍛錬を始めるとしよう。全てはブロディア王国の未来のために。はい、やれるところまで頑張ります。僕だってブロディアを愛していますので。こんなことでは
ブロディア王国は守れんぞ。あ、兄上どうなされたのですか。そんなに汗をかかれて。スタルークか。恥ずかしい姿を見せてしまったな。心配しなくていい。魔導士たちと鍛錬をしていただけだ。兄上が鍛錬でここまで疲弊しているのは見たことがありません。何かのご病気かもしれません。すぐに医者を。そうではない、スタルーク。以前私に弱点がないのかと聞いたな。これが私の弱点だ。魔導士との鍛錬が弱点？どういうことなのですか。幼い頃魔法の扱いに失敗して大怪我を負ったことがあってな。それ以来ずっと魔法が怖いのだ。兄上が？もちろん。弱点を克服するために日々努力している。魔導士との鍛錬もそのためのものだ。兄上は完璧で弱点などないとばかり。世の中に完璧な人間などいない。だから鍛錬に励むんだ、スタルーク。この話は誰にもするなよ。もちろんです。絶対に言いません。そろそろ私は鍛錬に戻る。魔導士たちを待たせているからな。兄上、そこまで無理をしなくても。ブロディア王国を守るために、私は強くならなくてはならないんだ。お前と話していたら落ち着いてきた。だから心配しなくていい。兄上に怖いものがあったなんて、そんなこと全然知らなかった。はっ。よし、中心に当たった。この調子であと50本。いい腕じゃないか。兄上、ご覧になっていたのですか。これほどの弓の腕があるのなら特技と言ってもいいだろう。ありがとうございます。ですがまだまだです。もっと鍛錬して上手くならないと。いい心がけだ。それでこそ我が弟。兄上、僕と弓矢で対決していただけませんか。ほう、それは面白そうではないか。10本中何本中心に当てられるか、それで勝敗を決めるとしよう。構わないか。はい、兄上、いざ勝負です。驚いた、スタルークがこれほどまでやるとは。兄上が10本中9本、僕が10本中8本。乾杯です。兄上はひどい人です。僕の弓の腕を褒めておいて自分の方がはるかに上を行くのですから。私にも兄の威厳というものがある。まだまだスタルークに負けられん。それでこそブロディア王国第一王子。こんなに素晴らしい方を兄に持てて心強い限りです。私もスタルークが弟でよかったと思っている。こんなにも優しく弓の腕で私に迫る人間は他にいない。もっと鍛錬して強くなります。その時は再戦させてください。ああ、いいだろう。その時は私だってより強くなっているがな。兄上らしいです。僕だっていつかは兄上のように、いいえ、兄上を超えてみせますから。そしてあなたのことを何があっても守ってみせる。ん？何か言ったか？いいえ、何も。ラピスは僕が守ります。スタルーク様、急にどうされたんですか？先日の戦いの時、ラピスは僕を守ってくれました。ええ、私はスタルーク様の臣下ですから当たり前のことですよ。でもラピスは僕なんかよりすっごく立派な人なんです。だから今度からは逆に僕がラピスを守りますので。そのやっぱり僕なんかが守るって言っても信じられないし頼りないですよね。3回目です。え？スタルーク様が私を守ると言ってくださったのが。ええ、そうでしたね。出会ってすぐの頃にも言いました。
二度目は確かグランスール大橋でのことでしたね。はい、最初のも次のもすごく嬉しくて、私スタルーク様のことだから、あまりそういうこと言わない方がいいですよ。お互いの立場や身分もあるんですから。ごめんなさい、でも僕は本心で。それは分かっています。でも主から守ると言われて喜ぶ進化はそんなにいないと思います。ごめんなさい。そんな顔なさらないでください。お気持ちだけはいただきましたから。ラピス、この間は不快な思いをさせてごめんなさい。スタルーク様、とんでもないです。私の方こそ生意気なことを言ってしまって。ラピスは何も悪くないです。僕がラピスの気持ちを考えられなかったのが悪いんですから。でもこれだけは分かってほしいです。僕は本当にラピスのことをすっごく立派な人だって思っています。そんな、私は別に立派ではありませんよ。いえ、僕は知っているんです。ラピスが実家への仕送りを欠かさずに行っていることとか、進化の仕事の合間に近隣の村の害獣を退治していることとか。そんなことまで。ラピスの方が僕なんかよりも全然世の中の役に立っているんです。だから私を守ってくれると。スタルーク様、全然分かってないです。なんだか私悲しいです。ごめんなさい、もう行きますね。はあ、僕はなんてダメなんでしょう。大切な進化の気持ちをこれっぽっちも理解できてないなんて、こんなんじゃやっぱり主として失格ですよね。はあ、スタルーク様は私が守ります。ラピス、私はスタルーク様の進化ですから。こんなの当たり前のことなんですけど、でも理由は進化だからだけじゃないんです。私は私の意志でスタルーク様を守りたいと思っています。なんで僕なんかのことを守ってもらう価値なんてないのに。それですよ、スタルーク様全然分かってないです。この間もそう言われてしまいました。僕にはラピスの気持ちが分からないと。違いますよ、スタルーク様、分かっていないのはご自身の魅力のことです。僕の魅力？スタルーク様は観察眼に優れたお人です。しかも人の欠点ではなく美点を見つけてくれます。誰も気づかないような美点を。そんなスタルーク様のお言葉に何度自信を取り戻したことか。僕よりも他の人の方が優れているので自然と目に入るだけですよ。いいえ、違います。スタルーク様がお優しいからなんです。そんな魅力あふれる方なのに、自分の危険も顧みず進化でさえ身を挺して守ろうとなさる。そんなことされても全然嬉しくなんてないんですからね。では守り合いはどうでしょうか。守り合いですか。僕はラピスを守ります。ラピスは僕を守ってください。そうすればラピスを悲しませることなく僕の身もラピスの身も守れると思ったんです。やっぱりスタルーク様はお優しい人です。守り合い賛成です。よかった。ではもう一度言わせてください。これからはずっと僕がラピスを守ります。私もずっとスタルーク様をお守りします。ありがとうございます、ラピス。
なかうまくいかないわね。シトリニカ、魔法の特訓をしているのですね。スタルーク、どうしたの？迷子？違いますよ、偶然通りかかっただけです。そう、それならよかったわ。シトリニカは立派ですね。時間が空けば魔法の特訓を重ねていますから、僕はシトリニカ以上の努力家を知りません。ありがとうスタルーク、でもまだ足りないわ。今のままじゃ全然ダメなの。私はもっと強くならないと。今のままでも大丈夫ですよ。シトリニカのことは僕が守りますから。自分よりも周りの人を優先しようとするその姿勢、スタルークは昔から変わらないわね。でもその優しさに甘えるわけにはいかないの。だって私は。シトリニカ？ううん、なんでもないわ。私特訓を続けないと。それじゃあねスタルーク。はい。シトリニカ、何か悩んでるみたいですね。ダメね、この程度の力じゃ全然足りないわ。私はスタルークの進化として失格よ。僕はそうは思いません。スタルーク、いつからそこにいたの？シトリニカの悩みが何なのか知りたくて特訓しているところを隠れて見ていました。でも進化として失格だと思っていたなんて、そんなことあるわけないのに。私たちはいとこ同士で、子供の頃から兄弟のように育ったわね。スタルークは昔から後ろ向きな性格で、いつもおどおどしていて、何かにつけてディアマンダと比較されてしまって自信をつける機会もない。そうでしたね。今も大して変わっていませんけど。でも私はスタルークのいいところをたくさん知っているわ。人の価値をすぐに見抜き認めてくれるところ、他人を素直に褒めるところ。スタルーク、私あなたのいいところならまだまだ言えるわよ。買いかぶりですよ。小さい頃から思っていたの、私がスタルークを守ってあげなきゃって。でもそれは間違いだったわ。思いの強さだけではあなたを守れない。私にはあなたを守るだけの力がないの。そんなことありません。ごめんなさいスタルーク、私があなたの進化になったばかりに。きっと私がいなかったら、もっと優秀で強い誰かがいてくれたはずなのに。シトリニカ、シトリニカ。スタルーク、血筋だからでしょうか、僕とシトリニカはよく似ています。僕は自分に価値があるとは思えない。でもそれはシトリニカも同じなんですね。どういうこと？シトリニカは僕の進化として失格だと言いました。でもそれは大きな間違いですよ。慰めはいらないわ。私が王族の進化として力が劣っていることは紛れもない事実なんだから。そうですね、単純な力では劣っているかもしれません。ですがだからこそシトリニカは進化になってからずっと特訓を続けています。雨の日も嵐の日も一日も欠かさずにです。自らの理想のために努力を続けることができる力、それはとても素晴らしい力だとは思いませんか？それはそうかもしれないけど、王族の進化としての力とは別よ。いいえ、僕はそうは思いません。そんな努力家のシトリニカだからこそ進化として信頼できる部分もあるんですから。スタルーク、シトリニカが進化になってくれると聞いた時、僕がどれほど心強かったことか。シトリニカ、はっきり言いますね、僕はシトリニカが進化になってくれて本当に良かったと思っています。兄弟のように育った仲だから、親族の縁子だから、進化になれた理由なんて
どうでもいいです。それよりも大切な進化になりたかった理由を聞けましたから。スタルークを守りたい。はい、こんな僕なんかにはもったいない気持ちです。シトリニカ、あなたが僕の進化で本当に良かったです。スタルーク、そんな嬉しいことを言われたらますます特訓を頑張らなくっちゃ。だって私がスタルークを守るんだから。いいえ、僕がシトリニカを守るんです。ありがとう、スタルーク。よしよし、たくさんの獲物を狩れましたね。スタルーク様が狩りに同行してくれたおかげです。ありがとうございます。僕は少しお手伝いしただけです。ほとんどザフィーアの手柄ですよ。相変わらず謙虚な方だ。さてと、肉は十分ですから今度は魚でも釣りましょうかね。スタルーク様もご一緒にどうですか？釣りはあまりしたことがなくて。大丈夫ですよ、私がお教えしますから。でも魚たちにも悪いですよ、僕なんかに釣られたくないと思います。王子とか関係なく、魚は誰にも釣られたくないと思っていますよ。でも僕には絶対釣れないです。僕の餌にだけ食いつかないに決まってます。そんなことないですから、一緒に行きましょう。釣り方だけでなく魚料理の作り方もお教えしますから。魚料理？それなら挑戦してみようかな。やる気になってくれたみたいですね。では次に釣りに行くときは必ずお誘いしますね。はい、よろしくお願いします、ザフィーア。大量に釣れましたね。見事な釣りの腕前です。はい、自分でもびっくりしています。気配の殺し方が上手でしたからね。魚も人がいると感づけなかったのだと思います。あのザフィーア、これだけ釣れたら美味しい魚料理は作れますか？とびっきりの料理が作れますよ。よかった、では早速作り方を教えてください。ええ、もちろんです。それでスタルーク様は誰にご自身の料理を振る舞うおつもりなのですか？バレていたのですね。スタルーク様は誰かのために動くときはとても前向きになりますからね。母上です。母上は魚料理が好きなので、この戦いが終わったら振る舞いたいなと思って。そうでしたか。蛇竜が復活したという知らせがあってからは、母上は王都から離れた宮に避難しているので、次に会えた時は何か特別なことをしたいと考えていたんです。父上のこともきっともうご存知ですから。お任せください、スタルーク様。私の知る魚料理の知識、その全てをお教えします。魚のさばき方はもちろん、味付け、素材の選定、保存方法まで多少厳しく指導することになると思いますが、どうかお許しください。お手柔らかにお願いします。ありがとうございました、ザフィーア。ザフィーアのおかげで美味しい魚料理の作り方を学べました。これで母上に次に会った時、僕の手料理を振る舞うことができます。お役に立ててよかったです、スタルーク様。私の魚料理の知識は全て両親から学びました。自分たちの料理が王子の役に立てたと知ったら、両親もすごく喜んだと思います。そういえばずっと昔、モリオン様も私の魚料理を喜んでくださって。父上が？そうですか。もし生きていたらまた食べられたのに。あ、すみません、つい。いいえ、きっと楽しい時間だったのでしょう。話が聞けて嬉しいですよ。ザフィーア？申し訳ありません。私も少しだけ悔しいです。ブロディア城に残った時、王は必ず帰るものと思っていました。
でもモリオン様の喜ぶ顔を見ることはもうできませんから、ただ心の中にその顔を思い浮かべることしかできない。そうですね、申し訳ありません。スタルーク様やディアマンド様の方が悲しみが深いというのに。悲しみの深さなど測れるものではありませんよ。ブロディアの王城兵と父上との絆は僕だって分かっています。悲しい時は悲しんでください。僕もそうしますから。スタルーク様、魚料理いつか父上にも振る舞いましょう。まだお墓はありませんが、墓前に持っていけばきっと喜んでくれます。食べるの大好きでしたから。はい、そうでしたね。たくさんお持ちいたしましょう。ありがとうございます、スタルーク様。スタルーク王子、私に何か用でもあるの？そう、無視するのね。言ったはずですよ、僕はまだ割り切れていません。父上の死の責任はあなたにもあると思ってますから。 あなたのお父様のことは謝罪します。な、私の謝罪などあなたの心の傷を癒すことには何の役にも立たないとは思うけれど、でも今はこうして同じ陣営に立っているのだから歩み寄ることが必要なのだと思う。だから初めの一歩は私から歩ませてもらうわ。あなたのお父様のこと、ごめんなさい。アイビー王女、かつては争っていた国の王女と今はこうして同じ陣営にいる。人生とは不思議なものですね。拒絶ばかりしていては僕たちは前に進めない。僕もこれからはあなたに歩み寄ってみます。ありがとう。でもだからといって人の顔をジロジロと見るのは失礼よ。ごめんなさい、今後は気をつけます。さてこれからどうなるかしらね。アイビー王女、もしかして僕のことを睨んでいますか？いいえ、スタルーク王子、そんなつもりはないわ。けれどあなたの甲冑はつい見てしまうの。ブロディア王国の甲冑はイルシオンにとっては最も警戒すべきものだから。そういうことですか。確かにブロディアはたびたびイルシオンに攻め入ってましたからね。ごめんなさい。今の謝罪どういう意味？え、ブロディアの王子が我が国への度重なる侵攻を謝罪した、そう受け取っていいのかしら？それならあなたは自国の非を認めたということになり、今後の外交にも影響が生まれるわ。今の謝罪決して軽くないわよ。そういう意味ではもちろん、こちらに非があるのなら僕はいくらでも謝るべきだと思いますが、僕はその立場にはない。政治は父上や兄上宰相が取り行っていましたから。つまりさっきのごめんなさいはあくまで個人としてのごめんなさいで。冗談よ、分かっているわ。アイビー王女、驚かさないでください。ブロディアにいい感情を持っていなかったことは本当よ。だから少しだけ意地悪をしたくなったの。でも冗談が言えるくらいの仲にはなった。そう前向きに受け取ってほしいわ。そうですか、心臓が止まるかと思いましたよ。あのアイビー王女、この間ブロディアにはあまりいい感情は持っていないと言っていましたよね。ええ、言ったわ。あの、生意気かもしれませんけどこれだけは言わせてください。確かに今までのイルシオンとブロディアの関係は良好とは言えませんでした。でも今はこうして同じ陣営に立てていますよね。その通りよ。僕はこの状況がとてもいい状況だと思っています。この戦いが終わってもいい関係が築けるよう
僕も尽力します。第二王子である僕にできることは兄上よりは少ないかもしれませんが、思いだけはあなたに伝えておかなければと思いました。卑屈で精神力の弱い王子、あなたへの最初の印象よ。でも今は少しだけ違うわ。え、ここぞという時には自分の意見も言える。何よりも不思議と人を引きつけるその優しさ、王子としての資質ないわけではないようね。買いかぶらないでください。僕なんてアイビー王女に比べたら。つまりあなたを評価した私には人を見る目がない、そう言いたいの？違います。あ、今のは冗談ですか？よくわかったわね。いい関係が築けている証拠ですね。そういうことね。これからもっといい関係になれればいいわ、私たちのお父様、そして国の未来のためにも。はい、アイビー王女。あの、オルテンシア王女。スタルーク王子、あなたから話しかけてくるとか珍しいわね。その、実はやっぱりいいです。何よそれ、すっごく気になるんだけど。いいからとりあえず話してみなさいよ、ほら早く。どうしんです、声ちっちゃ、もっと大きな声で。あの、その自信のつけ方を教えてほしいんです。今度は声が大きい。まあいいわ。それどういうこと？オルテンシア王女はいつも自信満々ですごいなと思っていて、僕は自信がないので自信のつけ方を教えてもらえたら嬉しいです。なるほど、そういうことね。でも残念でした、そんなの教えてあげません。あなたがブロディアの王子じゃなかったら丁寧に優しく教えてあげたんだけどな。そうですよね。あら、ブロディアは何度もイルシオンに攻め込んでいますから。それに僕みたいなゴミのために貴重な時間を割くなんて無駄でしかないですし、僕はなんて傲慢なんだ。恥ずかしいです、すぐに消えますね。ちょっと待ちなさいよ、私そこまでは言ってないわよ。いいんです、どうか僕のことなどお気になさらずに。僕のような恥の塊はオルテンシア王女に二度と話しかけませんから。え、ちょっとスタルーク王子ったら。てっきり怒って突っかかってくると思ったのに、かわいそうなことしちゃったわ。仕方ないわ、次に会った時に協力してあげましょう。おーい、スタルーク王子、聞こえてるでしょ？オルテンシア王女、僕なんかと話していてもあなたの人生には何の利益もありませんよ。相変わらず後ろ向きな性格ね。でもだからこそ協力のしがいがあるってもんよ。いい？お望み通り、私が自信のつけ方を教えてあげるわ。え、ありがとうございます。でもどうして心変わりを？あんなに嫌がっていたのに。こないだはごめんなさい、ちょっと冗談が行き過ぎたわ。正直ブロディアのことは苦手だけど、スタルーク王子とはもう仲間だから、仲間が困ってたら協力してあげるのは当たり前のことでしょ。オルテンシア王女。何よ、そんなうるうるした目をしちゃって、ちょっと可愛いじゃない。あ、お礼ならいらないわよ。近づかないでください。それにこっちも見ないでほしいです。え、はあ、なんで私がそんなこと言われなくちゃいけないのよ。だって僕なんかのことを仲間と言ってくれて協力までしてくれるだなんて、オルテンシア王女、あなたは間違いなく善良な方です。ですがあなたが善良な方であればあるほど僕の心がすさんでしまうのです。え、
あなたの心の光が僕のゴミ虫のような汚い心を照らし出してしまう。ですからどうか僕に構わないでください。ごめんなさい。後ろ向きな性格にも程があるでしょ。なんなのよもう。スタルーク王子。オルテシア王女。逃げる前に聞いて。私あなたに協力するのやめたわ。どうやったってあなたが自信持つなんて不可能って感じだし。賢明な判断だと思います。最初は僕の方から頼んでおいてなんですが。本当よね。あなたは失礼で自分勝手な人よ。ごめんなさい。どうぞこれからは気兼ねなく僕のことなど無視をしてください。いいえ、そんなのお断りだわ。え？卑屈で自信がなくてとことん後ろ向きな性格、それが紛れもないあなたの真の姿よ。でもそのままのあなたを私は仲間として受け入れるわ。え？あなたは自信のつけ方を教えてほしいって私に言ってきた。それは後ろ向きな性格を直して私たちに歩み寄ろうとしたってことでしょ。はい。この性格が直ればもう少しみんなと仲良くなれるかと思いました。その気持ちは素敵よ。でもそんなことをする必要はないわ。後ろ向きすぎる性格は問題かもしれないけど、あなたには他にいいところがたくさんあるんだから。だから私はありのままのあなたを仲間として受け入れるわ。オルテシア王女、ありがとうございます。お礼なんていらないわ。別に思ってることを言っただけだし。優しいですね。やっぱりその善良さが眩しいですが、もうそばにいても大丈夫そうです。王女の考え方が分かったからでしょうか。いきなりすっごい目を合わせてくるじゃない。はい、今までの分までと思っていつも急に逃げたりしてすみませんでした。何かしら近いわ。今度はこっちが恥ずかしくなってきた。やめなさいよスタルーク王子。王子なのにそんな可愛い顔で見られたら私の立場がないじゃない。オルテンシア王女。いつもとは逆になってしまいましたね。